りこんにちは、まったりおじさんゲーマーです。フォートナイト2日目、まだ全然ね理解していない分かっていないおじさんなんですが、やってみたいと思います。何事も挑戦するのみということでね、まずやっていきながらねあれこれと覚えたりしていきたいと思います。まあ、PUBG モバイルとは全く違ったゲームの楽しみがありますね。はい、今日ねちょっとあれから、何回かやってみたんですけれど、なんとビギナーズラックで最後まで勝ち残ったんですよ。まあ、時間帯によって、戦いやすい時間と、負けやすい時間帯っていうのがあるのかなと思ってます。すいません、この武器もね最初の動画でわけのわからんこと言ってましたけど、武器システム、武器がもらえるシステムもなんとかやっと理解できました。まあ、PUBG モバイルと同じで、武器を拾っていくんですよね。そことおじさん勘違いしてました。でここもね飛び降りてからずっと、パラシュートみたいなものを開くまでのタイミングなんかも分かっているような感じなんだけど、まだ分かっていないんですよね。で、ここでちょっと開きますと。で、これ開いて、くる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 回るんで、自分が降りたいところをね、ちょっと旋回するという形になるんで、これ、どのタイミングで、パラするっていうやつ、かな、開けばいいのか。ちょっとまだいまいち理解していないんですよね。で、これはぐる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 旋回しながら、様子を見ながら、降りようとしているんですけどね、降りる場所によって結構人がたくさんいるのでなかなか、勝てないんですよね。スウェティサンズロケーション発見とあるんですけど、ちょっと早く、いろんな武器や装備を見つけたいですね。ここはなんで入るか、なんか拾うとか、拾っていきましょうか。宝物とかあるんですよね。これなんだろう、デンジャー、え、なんだなんだ、あれは何か違うのかな、何も違うな、なんか宝物がありますよっていうマークがあるんですけど、あ、なんか打ち合いやってるね。打ち合いに巻き込まれないように、武器が当たった、え、何やってる、拾わなきゃ、よし、で武器もらったね。こんな風にって武器もらうんですよね。開くの、ワクワク、はい、ここをツルハシで、はい、あ、ツルハシ使わないと、ここはツルハシでぶっ壊す、はい、なんか拾う、はい、もうないのかな、ぶっ壊す、多分何もないからね、何もなかったらね、はい、ここでぶっ壊すって、レベルアップなったよ。これレベルアップなった。すごいすごい。おじさんまだ理解していないのになんか喜んでますけど、要するに勝ち残ればいいんだ。いろんな戦略あると思いますけど、要するに、あ、2階にあるってこと、どこにあるの、こうってきて、こうってやってきて、これ、宝のマークとどこでこれ一致するって言ってた、そうだよね、それがまだ分かってないんですよね。でこっちにあるっていうことか、こっちになんか左
左側に、あ、これ、あ、これ、これってこと。あ、これってことなんですね。あはすげえ、こんなもんがあるんだ。マップ、はい、行くぜ行くぜ行くぜ。ここでやられたらあれだね。まあ足音のマークがサバイバーメダル残り50人。早い早い。よし、誰かいるか、いないか。これレンガとかあるんだけど、これ何するんでしょうか。おじさん全く分かってないです。皆さん、レンガを持ってください。よろしくお願いします。宝物の何かあれがあるけど、ここなんだかな。本気どこに行けばいいの。この安全地帯の中には入っているんだよね。あ、なんかあるよ、なんか光ってるよ。これなんだ、たまくる。あ、どういうこと。画像化する。皆さんもこの付近にはいなくなったってことかな。マップを見るとちょっと下っていくって感じかな。こっちか。まあ、グラフィックも綺麗ですよね。まあ、ポップというか明るいというか。 PUBG にはない、なんかあるよ、石か。 PUBG にはない、なんか面白さ。車倒れてる、いらない。ショットガンが多いんですよね。なんか楽しいですよね、明るくて。車誰もいない。これ車運転できるんですかね。僕は乗り物はねあまり使わないんですよね。ていうか、ライフレベルが下がってきている。さっきの打ち合いかな。これ、救急箱みたいなものもあるんですよね。ちょっともらわないと、ちょっとライフレベルが下がってきてはいるんだけど、これなんだ、 XP って書いてるけれど、ここなんか、え、何これ、なんてことこれ。コインを収集するって書いてるけど、なんだろう。ちょっと武器交換しようか。あ、なんだ、サブマシンだ。こっちがいいか。なんだ、ところに、こっちが違う。なんか下、こっち側にところものがあるって。出てきてるような感じなんだけど、はい、あっちだね。いけいけ。29。なんだかんだ言いながら一人倒しただけで29位までなりました。なんとか上位に入りたいね。でも面白いな。
よいしょ。ここに何かあるかな。ストーム、あ、いた。見つからないように。キングスマン交換。あ、なんか一つ。すごいの逃げよう。てか、救急箱なんだけど、救急箱ないのかな。救急箱。何もないよ。これなんだ、プラスチックバッグってなんだ、意味です、なんかわけのわからない、なんか理解してないんでしょうね。いろ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 、あ、逃げた、逃げた、眼中にないことかな。もう、もう待って、皆さん何を探してるのかな。それが分かるとまた楽しいんですよね。あとお宝を探し回っているっていうのは分かるんだけれど、これ交換だね。交換はもういいですけど、なんかお宝、あ、建築っていうのがあるんですよね。あ、こっちに。くる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 。くるよ。あ、消えたね、消えて。消えたね、足音。よいしょ。ここだね。こうなって、あら、しっかりだね。また、今、また、ただ、すぐにマップが。違うところに変わっちゃうのに、あっちなんだ。面白い。二重です。なんだかんだ言いながら残ってます。おじさん残ってますよ。まだ一人しか倒してませんけど、まだルールも何も分かってませんけど、武器の強さっていうのもね、分かってないんでしょうね。結構皆さん至近距離で撃ち合ったりしてるし、結構中距離で、あ、あ、誰か、これ、なんか訳のわからんもので撃ってくるのがいるんですよね。あ、20位か。なんか強いな、鬼。これ建築して登っていっていくんですよ。何だ。そうなんか面白いですよね。面白いですね。はい。ということで、なかなかね、書けないんですけどね。ちょっと換算してみようか。換算で。これ、換算でね、ちょっと様子見てみよう。このお兄ちゃん。お、すごいな。こんな感じなんですね。はぁ。ちょっと、このお兄ちゃん、どこまで行くのか。換算しましょう。いろんな武器持ってるんだな。すごいな。この人のプレイヤーのレベルとか見ることはできないのかな。できれば面白いよね。これタップすると何か出るとかはないんだ。これ画面も変わらないから、もうこのままこのお兄さんの様子を見るしかないんだけど、まあ、観戦してみよう。どんな風にして戦っていくのか勉強になりますよね。すごいな、装備が。この銃もすごいですね。こんな銃があるんだ。もうスコープなんかも、そうかスコープなんか使えばいいんですね。スコープを使って狙えばいいんだ。あ、建築が出てきた。どうやって建築作っていくのかね、それも全然おじさん分かってません。
まあ慣れていけば分かるんでしょうね、レベルアップすればね。あと課金するの？課金でもこれできるのかな、ちょっと分からないけれど、それがまた面白いですよね。あ、よく分かるな、あそこにいるってことが。あ、いた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 、すげえ、すごいな。うわー、すげえ。あの上からピーってくるのなんだろう、空飛ぶドローンみたいなやつ。これ銃がすごいよな。あ、これこれこれ、今これこれこれ、壁を作って避けるってやつ。まあ、なんか投げたよね、なんだろうこれ。あ、すごいすごいすごい、こういったのやっぱりな、面白い。ほらほら、これこれこれ、壁壁、もうなんか投げたよね、すごいな、面白いな。壁作れるんですね。登ったり壁作ったり。おお、あれはドローン、ドローン、ドローン。あ、これすげえすげえ、一瞬のうちにできるんだこれ。あ、アイテム作った。お、すげえ、壁作り合いですね。すげえ、すごい。あ、やられた、お兄ちゃんやられた、お兄ちゃんがやられたよ。おお、これ壊していく、つるはして壊していくんだね。はいはいはい、壊して武器を壊して、これ、なんだなんだ、何言ってるの、この人。あ、救急が変わった、なんか投げてるもんだね。これなんだなんだ、これブルーゾーンに行くわけ。あ、違う違う、なんだ、中に入っていって、入ったというか、あ、出たのか、ブルーゾーンから。と、救急箱使ってるよ。この人がトップになるのかな。だから時間帯によって違うんだよね。すごいな、なんか。私はビギナーズラックで買ったんだけれど、すごいな。あ、囲って休憩するっていうことか。したら相手に見つからない。あ、で開ける。で行く。あ、登る。あ、面白い。あ、なんか設計図みたいなのも出したね、今。あ、設計図があるんだ。あ、荒野行動みたいな設計図。あ、違う、ライフアフターか。あ、撃った、ライフアフターみたいな設計図があったね。あ、なんか投げた、あれなんだろう、投げるって。面白い。まあ、人の実況を行ってるのも面白いな。あーっと、欲しいね、すごいな。あ、すごいなぁ。ここまで来ればいいんだな。お、来た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 。振り来た。すごい。こういうことか。深く作っていって、上から狙うって。あ、すごいなぁ。面白いなぁ。これ1対1かな。頑張るよ。頑張るよ。上に上がっていって、そこから引っ張ってな。うーん、来た。手を押したいの、引っ張って。大丈夫か。体型の戦法か、すごいな。いけ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 。おっ、すごいすごい。おっ、落ちてきた？もう人がいたよね。もう目まぐるしく変わるから。おじさんついていけないな。あ、下にいるよね。あ、作った建築を壊してまた降りていくってこと？いた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 。すごいすごいすごい。あ、パラシュートから降りてきた。あ、違う。中乗ってるまた。あ、ここで、
かなかったら、何をするの？休憩する。頑張れー。面白いな。いろんなことを仕掛けていくんですね。面白い面白い。あ、いた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 。うわ、これすごいなあ。あ、やられた。終わり？よっ、この人が勝ったんだな。すごい。面白い。おめでとうございます。ねえ、こういった強い方の動画を見るっていうのも、プレイを見るっていうのもいいですね。面白い。ありがとうございました。準備するって、次のマッチの開始まで、あと4、3、2、1ってなったんですけど、キャンセルしよう。キャンセルします。はい、キャンセルして、キャンセルして、戻りましょう。あれ、戻れない。キャンセル。はい、ロビーに戻りまーす。よいしょ。はい、ということでね、おじさんは今日は20位でした。なかなかね、難しいですね。こういった方々と戦うんだからね、勝てないですね。やはり夜の時間帯は、こういったね、プロ級のプレイヤーさんが、いっぱいいらっしゃるんで、ある意味その観戦することでどんな風に戦っていけばいいのかとか、さっきの建築みたいなやつはどんな風にして出せるのかとかね、そういったことを勉強できるんですね。はい、おじさん、また勉強してみたいと思います。はい、ということでフォートナイト2日目のおじさん、今日は20位でございました。またね、動画にしないところで、フォートナイトね、ゲームやって、練習練習鍛錬鍛錬を繰り返して頑張ってやってみたいと思います。はい、ということでまったりおじさんゲーマーでございました。今回この件で失礼します。